です。今日なんですけれども、今まで紹介したことがなかったメーカーさんのですね、スティッククリーナーを1台レビューをさせていただこうと思います。でですね、今回紹介する、まあ、メーカー、製品がズバリこちら。はい、エレクトロラックスさんっていうスウェーデンのですね、超大手の、清掃機器などを扱っているメーカーさんなんですけれども、こちらのアルティメイトホーム700、ちょっと覚えづらいんですけども、という去年かな、出た、ちょっとね、上位モデルですよね。こちらのエレクトロラックスさんの中でも。の製品を今日レビューしようと思うんですけれども、1点ですね、すごい悲しいお知らせがございまして、当然ね、動画撮る上で、まあ、製品のことをいろいろ調べているとですね、検索ワードに、エレクトロラックス撤退ってすごい出てきて、なんだろうと思って見ていろいろ調べたんですけれども、まあ、どうやら日本から撤退するらしいぞということなんですけれども、ホームページにですね、一切そのことが書かれてなかったんですよね、公式の方では。なのでカスタマーセンターに問い合わせたところ、やはりですね、撤退するらしいです。はい、なのでちょっとすごく悲しいんですけれども、エレクトロラックスさんというのがちょっと今後家庭用向けのものに関しては出なくなるという感じなんですが、一応ね、ちょっと一番気になるところで、アフターどうなのっていう話なんですが、アフターは継続して、やるということでおっしゃっていましたが、ちょっといつまでやるかまでは不明ですという回答でした。ので、ちょっとそれ知った上でですね、こういう製品買われる場合はね、購入された方がいいんじゃないかなというので最初に説明をさせていただきます。まあ、しかしながらなんですけれども、利点も一つあります。まあ、出た当時ね、確かね、6、7万ぐらいするいい掃除機だったんですよね。今、価格 .com で調べたら3万5千円ぐらいで、結構セールになってたりする。まあそうですよね、撤退するので。ということで、まあ今結構買いなんじゃないかなっていうところもあるので、今日はですね、ちょっとそこも見ていければいいんじゃないかなという、いい製品ではあると思います。で、スペックなんですけれども、こちら、あんまりちょっと書くことがなかったので、あとはもう中身見ていこうとは思うんですけれども、まずね、重量がエレクトロラックスなんてね、比較的重たいっていうイメージが多い掃除機のメーカーさんだったんですけれども、2キロは切ってます。うん、ただね、こうやって持つと結構重たいので、ちょっとそこは使ってみてというところにはなるんですよね。駆動時間はいいよね。マックスで40分だと結構長いかなと。大きい家でも使えるかなっていう感じなんですが、充電時間はちょっと長めかなというところで、まあ、ここまでだと少し微妙かなっていう感じではあるんですけれども、あとはもう掃除機なのでスペック見て判断になるかなという感じで、早速ちょっと中を見ていこうと思います。はい、今組み立てるとスタンドがこんな感じで、面白いのがここに溝があるんですよね。見えますかね。で、全部ね、こういうのがついてるので、この溝にそのままスポット入れるとはめれますよっていう感じ。あとね、仕掛けがいろいろあるんですよ。アダプターがこういう風に配線して、で、ここに挿して、で、そっちはコンセントにつないでみたいな感じで、すっきりと収納できるという感じになっていて、で、バッテリーをつけるとこんな塩梅になります。で、下の方にこれで充電ができるようになってるのかな。はい、で、充電はここのスタンドにシュッとスライドで入れるとこんな感じで音がして充電ができるという感じで、4時間半で満充電という感じです。ちょっとまず充電をしていってからいろいろ検証していこうと思います。まあ一個言うのはね、めちゃめちゃおしゃれだよね。こことかすごいよね。なんかかっこいいよね。さすがスウェーデンのメーカーですねっていう感じです。はい、だいたい1時間ぐらい充電しました。ちょっと時間の都合上 4.5 時間の充電は難しいので、これで、今日はやっていこうと思います。まず最初の検証、音の大きさですね。ここで何デシベルか測ることができます。では早速ですね、ここのスイッチをまず押す、動く。で、ここでインジケーターになっていて、弱、中、強で、オート、オートいいよね。っていう風に切り替えれるようになってます。音の大きさが、これが弱。OK。まあ、72が弱で、まあ、マックスにすると 82dB ぐらいっていう感じですかね。まあ、なんていうか、夜使うんだったら、今日はね、ちょっと控えた方がいいんじゃないかなぐらいですが、まあ、極端に何かうるさすぎるっていうわけではないです。はい。はい、ではですね、早速かけ心地を見ていこうと思います。まずなんですが、まあ、スイッチ入れる前なんですけれども、こう思った感じだと重さはね、全然軽く感じますね。 1.9 キロとは思えないぐらいの、なんていうか、そんなに力いらないなっていう感じです。なんかこの辺の構造がうまくできてるのかなっていう感じは
します。全然重く感じる掃除機いっぱいあると思います、これだったら。で、電源を入れると、なるほどなるほど、まずね、自走式です。勝手に前に進むタイプなので全く力いらないです、前に進めるのに。なのでかけ心地はめちゃくちゃいいっていうのは良い点ですね。あとはこうひねる時のね、性能がすごい出るんですけれども、あ、良いですね。で、まあ自走式でいい感じに前に出ながらこうひねるので浮き上がることもほぼなく、非常に小回りも効くなっていう印象です。で、意外と短めなので、あの背が低い方でも使いやすいんじゃないかなっていうのが良い点なんじゃないかなと思います。で、ライトがこういう感じになっていて、まあ正直ね、照らす能力はそこまで高くないかな。ちょっと暗いところ。まあでもね、やっぱりこの暗いところに行くと結構照らしてはいるかなっていう感じです。はい、では今ちょっとゴミを撒いたので清掃能力も見てこようと思います。で、モードが、まあ、せっかく自動モードがついてるので自動モードで行こうと思います。じゃあ、前進。うん、強力です。はい。まあ、せっかくなんで全部取ってきます。まあ、清掃能力申し分ないかなっていう感じです。やばい、巻きすぎた。角の清掃能力も見てこようと思います。じゃあ、いきます。いや、めっちゃ回ってるよね。すごい。はい。見てください、この実力。いや、さすがスウェーデン。まあ、スウェーデンがすごいのかわかんないですけど、すごい能力だと思います。はい、お片付け。いや、非常にね、下手な掃除機買うんなら全然これありだと思うな。マジで、取れがいい。なんか、ちょっと残ってるねとかも、ほぼないぐらい綺麗にできるんじゃないかなっていう感じは、今ちょっと使った感じ思いますね。はい、続けてなんですが、カーペットの清掃をします。一回ゴミ全部捨ててきましたので、これで。どれくらい取れるかというのと、かけ心地ですね、を見ていこうと思います。で、これがオートですね。なんかちょっと突っかかるような感じが少ししますね、押すときに。どうなんだろうね。あ、弱だとほぼないですね。逆に強でやると、うん、なるほどね。はい、見えますでしょうか。ゴミ超取れてますね。清掃能力ね、なんかふわふわのヘッドだから少し弱いかなと思ったんですが、まあ十分ですね。めちゃめちゃ取れてるという感じですが、ちょっと押すときに少しカーペット毛足が長めのものだと引っかかるような感じがしたのが少し気になったかなっていう感じです。意外とね、軽い。そんなに重たくないなっていう感じです。で、まあ比較的ですね、形状もスマートなので、まあ、使いやすそうな感じはします。はい、あ、ちょっとまだゴミそのままなんですけれども、まあ、カーテンの上のところとか、まあ、こんな感じでお掃除ができてしまったり、額縁の上のバキュームもできる。当然こういうとこですね、ほこりたまりますよね、こういうところも。で、この先端のね、ブラシを取り付けると結構柔らかい感じでお掃除ができていいんじゃないかなと思います。吸引力も結構強めなので、ハンディとしての使用もね、結構いいんじゃないかなっていう感じはします。はい、お疲れ様でございました。アルティメイトホーム700のレビューを本日させていただきましたが、正直ね、思ったよりかなり良かったです。はい。で、まあ良かったポイントとしては、
1.9 キロちょっと気になったんですけれども、めっちゃ軽く感じたということと、とにかくね清掃能力めちゃめちゃ高くて、あとねかけ心地もいい、小回りもめっちゃ効くというところで、まあ非常にね掃除機として素晴らしいんじゃないかなというところです。ちょっと少し残念だなって思ったのが、あのカーペットのかけ心地が少しね重たいというか引っかかるというか、毛足長いカーペットがあるお宅だとね、ちょっとそこ気になっちゃう方もいるんじゃないかなということと、もう一個ねやっぱ充電ですよね。実はねこれ2日間にわたって撮影したんですけれども、実はまあこれ届きました、最初に1時間ぐらい充電をして使ったんですけれども、10分も経たないぐらいで充電なくなっちゃって、でもう一回戻して充電したんですけど、やっぱ 4.5 時間って長いよねっていうところで、やっぱねあの日立の今新しいやつとかだとね2時間台で満充電まで持っていけるやつとかもあるので、まあそういった時もね、まあ30分とか1時間とか継ぎ足し充電がちょっと微妙かなっていうところが気になったところでございます。で最後に、まあ最初にお伝えした通り、まあ撤退するということで、おそらくね今後結構セールとかも来ると思います。というより価格 .com ですでに値崩れが起きている状態でした。はい、これが3万5000円なのでめっちゃコスパいいと思いますので、まあこれはね結構今購入考えている方、まあチョイスの中に入れていただいてもいいんじゃないかなっていうぐらいのいい製品だと思います。ではですね、この動画が参考になったなって方はいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた。